こんにちは、速稼塾の久保です。PayPay 運用ってあのご存知ですかね。ずっと私の動画をご覧になっている方は PayPay 運用の結果をもうね1ヶ月以上見てると思いますけども、今日ね初めてこの動画を見た方はもしかしたら PayPay 運用ご存知ないかもしれません。今ね結論から申しますと PayPay 運用私ね40日ぐらいで63,605円いただいてるんですよね、PayPay 運用ね。これが全部が運用益じゃないですよ。元本組み入れて運用益は964円っていうふうに今のこの瞬間出てます。数秒ごとにねこの運用益っていうのは変わってくるんですけども、だいたい1000円ぐらいの運用益が1ヶ月ちょっとで出てるってことですよね。で運用益のパーセンテージはこの40日で 1.52% です。だから年間で 0.01% の銀行金利と比較するのはもうね今頃時代遅れだと思いますけども、それにしても比較させていただくとだいぶいいでしょうと。1ヶ月ちょっとで 1.54% ついてるわけですからね。でこの PayPay 運用なんですけども、やり方非常に簡単で、この PayPay のアプリがあるんでね、支払い方法の PayPay アプリをダウンロードしてそれを起動させてですね、でいろいろと操作はあるんですけども、簡単に言うと PayPay でいろんな店舗さんとかそれから通販とかで支払うんですよ。PayPay で支払う、現金を PayPay にしてペンペンで支払うと。そうすると PayPay 払いにするとまずいいのは、 PayPay 払いなら 11% バックですよとか 17% バックですよとか 34% バックですよっていうふうに、使った PayPay のうち一定のパーセンテージでバックしてくれるんですよ。そのバックがもちろん PayPay として現金と 同等にですね買い物で使うもいいんだけども、私の場合は戻ってきたペイペイをそのまま全部運用に組み替えてるんですよね。ですのでこの1ヶ月バックされるペイペイっていうのがだから6万円ぐらいあったと思うんですけども、それが全部ね運用に回ってるんですよ。だから私としてはお金を支払ってる感覚はないんですよ、運用の方にね。買い物するときは値札の通りにお金払いますよ。でバックした分が T ポイントもあるしペイペイもあるんですけども、ダブルで入ってくるんですよね。だからね、だから T ポイントも溜まっていくしペイペイは運用に回るしって感じで、運用にお金を回してるっていう、そういうふうなことは全くないです。買い物して本来ペイペイを使ってなかったら得れないはずのペイペイバック、これがですね運用に回ってるんで、金銭的痛手は全くないもんもね、言ってみればゼロリスクですね。ノーリスクで運用に参加できてちゃんと運用益も出てるってことになりますね。いやさすがすごいですね、孫さんもね。ペイペイって仕組みを使うことによって莫大な資金をまずね集めるんですよ。現金を集めて、集めた現金にそれに応じたペイペイってのを出すわけじゃないですか。そのペイペイで買い物してくれたらペイペイをバックするわけですよ。だからずっと最終的には全部ソフトバンクの売り上げに返るでしょ。ペイペイで払いました、ペイペイ戻ってきます、戻ってきたらやっぱりこれ使うからって感じで全部現金回収して、これだったらいくらねペイペイボーナスポイント出しても全然痛くないみたいなことが言えるんだなと思いましたね。すごいですね、この圧倒的資金量で孫さんは BWorks の事件も乗り越えたし、これからもねいろんなチャレンジ成功させるんじゃないかなと思います。なんか4兆9000億円ぐらい利益出てたって聞いたのは何日前のことでしたっけね。いやすごいですね。皆さんもねペイペイ運用やってみてください。ペイペイ払いにしてペイペイ銀行契約してみたいな感じになりますけども、ペイペイでねいろんな口座とか作ると報酬も入るらしいんで A8 ネットなりモッピーなりで探してみてください。いってらっしゃい。